復元された堀田の祈南門。上作は7世紀から11世紀までの古代日本において大和朝廷が本州北東部を征服する事業の拠点として築いた施設である。上作は朝廷が蝦夷の居住地域に支配を及ぼすための拠点となる官衙であると同時に作庫と呼ばれる住民を付随する施設でもあり、兵を駐屯させる軍事的拠点でもあるという複合的な性格を有していた。現代の歴史学では特に東北地方及び新潟県に置かれた政治行政機能を併せ持つものに限って言うことが多い。上作は軍事拠点としての性格を有する一方で、中国地方や九州地方に築かれた古代山城と比べると防備が弱く、官衙としての性格が強いのが特徴である。なお、全9年の役、5、3年の役で、安倍氏や清原氏が軍事拠点として設置した作は、成り立ちや性格が異なるので、一般的にはここで言う、上作に含めない。上作は、朝廷が本州北東部に支配域を広げていく中で、その拠点として造営した施設である。20世紀半ばまでは、蝦夷との戦争に備えた軍事施設として、上作を最前線の砦と見る説が強かったが、1960年代以降の発掘調査で上作に官衙が置かれていたことが、はっきりすると、軍事、防衛機能を専一とする旧来のイメージは、次第に改められていった。特に発掘調査の進展は、上作の重要な構成要素が成長を中心とした官衙であることを示している。しかし、上作には、軍団兵や陳兵などの軍事力が常駐していたのも事実であり、官衙のみを重視する一面的な理解も、また適切でない。上作の性格について、政治的拠点と軍事的拠点のどちらを重視すべきかについての議論は、あるにせよ、上作とは、律令国家の北方経営において、軍政、民政の両面を執行した行政機関であり、西国の古代山城とはその性質を意味する。一方、発掘調査の進展により、多賀城に代表されるような方形の外郭を持つ、官衙的な上作だけがその全てではないことも明らかになりつつあり、従来の官衙対軍事施設とは異なる、別の視座からの対立軸を乱すこともできる。すなわち、形成史上は、多賀城、伊沢城、木ノ輪作跡などに代表される王権の、出先機関として築かれた官衙的な上作及び、その発展系の上作と、物羽城や伊地城といった移民が集中する拠点であった、伊郭集落に起源を持つと見られる上作という二つの流れを見ることもできるのである。律令国家では、基本的に軍を基本単位とする国軍制によって、地域を支配した。しかし、現在の東北地方北部にあたる蝦夷の居住地域では、国軍制が及んでおらず、上作はこれらの地域に朝廷による支配を及ぼしていくために造営された。上作の多くが国軍制未施行、すなわち朝廷の支配がまだ及んでいない地域に造営されたということは、当初上作の周囲にそれを維持するための経済的な背景が乏しかったことを意味する。したがって、通常は上作の設置と前後してその地域に軍を置き、地域から作庫と呼ばれる移民を集中させて、上作を維持するための人的、物的な基盤とした。作庫の移住は、上作の中でも初期に設置されたぬたりの作、岩船作において、すでに行われており、以降も踏襲され上作設置時の基本政策となった。軍の設置は、朝廷の支配域を上作という、点から面に広げるものであり、作庫の存在は、上作の維持にとって、政策上一体不可分の関係であったと言える。移民である作庫は、上作の周辺に、出身地域ごとに居住地を定められ、周辺を開墾したと見られている。それを示すように、古代東北の号名には、坂東と共通するものが見られる。同様に越後においても、ぬたりの作、岩船作の周辺で、越前国、越中国と、共通する号名が見られた。しかし、作庫の生活は厳しく、逃亡する者も多かった。移住後定着のために1から3年間徴用などの租税を免除されたが、その後は、公民として、租用帳、兵士役、贈用、香水庫などの諸負担を負った。一方で、上作が必要とする物資は膨大であり、作庫の生産力だけで負担できるものでなかった。みちのく国、出羽国が他の両西国と異なる長大な領域を持つのも、北方に支配域を広げる上で、人的、物的資源を供給するための基盤が必要だったからであり、上作を拠点とした朝廷による征服事業は、みちのく、出羽のみならず、関東地方を中心とする東山道及び、北陸道諸国にも多大な負担を強いたのである。上作とは、作庫の拠点であるのみならず、蝦夷の支配という役割も担っていた。これもまた、他の国画には見られない、上作固有の役割である。朝廷と蝦夷の関係は、端的に言えば、朝貢関係を取るものであり、上作を通じた蝦夷との関係は、供給、征討、石膏の3つの要態に集約された。これは、蝦夷支配のために、偏遠国であるみちのく、では、越後の3カ国の国司にのみ付与された権限である。上作をめぐる政策にとって、作庫の移住と軍設置による面的な支配は一体的に遂行されたものだが、同時に上作を拠点として、個別の蝦夷集団と朝貢関係を結ぶ、典的な支配政策もまた、継続して行われていたのである。朝廷が本州北東部への征服事業を進める中で、蝦夷とは時に激しい対立をもたらし、最終的に38年戦争を弱気していくことになるが、その間常に対立関係にあったわけでなく、また軍事的な緊張期にあっても全ての蝦夷と対立したわけではなかった。したがって、朝廷側に帰属を求める蝦夷の集団も少なく、なかったのである。彼らは産物を奉納する見返りとして、供縁を受け、鉄器や布などの産物、あるいは食料を得たり、朝廷の政策に協力して、衣冠や姓を授かるなどの対価を得た。このような朝貢による緩やかな支配は、政治的な上下関係が規定されるものの、両者を一種の経済的な交易関係に結びつけるものであると言えた。しかし、このような関係は、流動的で、一旦利害が対立すると容易に敵対状態にも転じうる不安定なものでもあった。また、経済的な交易と表現したものの、両者の関係が対等でない以上、時に略奪に近いものでもあったようである。しかしながら、供給の実施は、朝廷による硬軟織り交ぜた蝦夷支配政策の難の性格を表したものであると言える。なお、不習とは朝廷に帰服した蝦夷全般を指す場合もあるが、より教義には個別に朝廷と服属する関係を結んだ蝦夷のことであり、武勢を与えられて多くは上作の周囲に居住した。集団で朝廷に服属した者は、蝦夷という身分として、本拠地の地名、君の姓を解くと番愚公母令、多くは従来からの居住地に泊まった。上作の設置は、本州北東部における在地社会の再編ももたらしたのである。また、服属した蝦夷の軍は、府軍として、しばしば朝廷側の武力として活動したが、前述の通り朝廷と蝦夷の利害関係は流動的であったため、時に敵対する、諸派の派ともなった。一方、供給の実施は、その物資を供給しなければならない、諸地域にとって莫大な負担を強いるものであった。養老6年、朝廷は供給に用いる布を調達するため、みちのく安世知管内を対象に、朝、洋を停止して、代わりに一人当たり長さ1丈3尺、幅1尺8寸の布を納めさせることとした。これは、両国の住民にとって、徴用の負担を大幅に軽減させる民力、休養策であると同時に、徴発した布は、蝦夷に支給する、恵比寿禄として用いられた。この政策変更の背景には、養老4年に起きた、蝦夷の大反乱が挙げられる。史上初めて、蝦夷の大反乱として記録された、この出来事は、朝廷に大きな衝撃を与え、これまで進めてきた征服事業に抜本的な見直しを迫ることとなった。すなわち、それまで中央政府が収奪してきた徴用を放棄し、新たに管内で納めさせた布をすべて蝦夷への供給に、当ててまでも支配の安定を目指したのである。冒頭で記したように、上作に対する考古学調査の進展は、その基本的な構成要素が、漢画にあるとする知見をもたらした。一方で上作が、朝廷による本州北東部征服事業の拠点であり、蝦夷を支配する場としての機能も担った以上、その軍事的な性格も決して軽視できないものである。律令国家の地方軍政は、軍団を基本とし、それは、辺縁国である、みちのく国においても例外でなかった。軍団に勤める兵士は、当該両政国内の公民の中から徴募され、同じく国内の英に配された。養老4年当時、みちのく国には、名取団、丹取団の2団が、岩木国には、行方団が、岩瀬国には、朝霞団があったと推測され、4個軍団を合わせると4000人の常備兵がいたことになる。しかしながら、軍団制は交代で勤務するものであるため、実質的な兵力は、その6分の1の670人程度に過ぎなかった。前景の養老4年の蝦夷の大反乱は、このような従前の軍団では、兵力が全く不足していたことを露呈させ、さらに畦地を介して、みちのく、岩木、岩瀬の3カ国を連携させるプランにも問題があることを明らかにした。したがって、軍団の兵力をより弾力的に運用できるようにするとともに、両家の全く新しい編成として、鎮兵制を導入し、それを統括する機関として、鎮守府を置くことになったのである。鎮兵制の成立は、仁木元年頃と見られている。養老4年の蝦夷の大反乱を受けた一連の支配体制の立て直しは、仁木元年体制とも称され、その要旨は、前景の税制の見直しや、岩木、岩瀬国のみちのく国への再併合、鎮兵制と鎮守府の創設、黒川以北10郡の設置、玉造作や押鹿作等5作の設置と、国府と鎮守府を兼ねた。みちのく国の新たな拠点としての多賀城造営等からなる。多賀城は成長による内閣と、それを取り囲む外閣という以降の上作の基本構造を決定づけたものであり、成長の規格化や屋根瓦の統一など、その後各地に展開される城郭のモデルとなった。なお、設置当初の多賀城は、多賀作と称しており、城の文字が使われるのは、多賀城碑が初出である。他の上作においても、8世紀末には、城の表記が一般化する。鎮兵制の創設に先立つ養老6年の政策見直しでは、みちのく国の鎮所に穀物の献上を募っており、これは兵力の駐屯に先立って軍糧を備蓄する目的で行われたものと見られている。国内から徴兵される軍団と異なり、鎮兵は主として、坂東を中心とした東国の兵士が派遣され、専門の兵士として上作に常勤した。東国の兵をみちのく国に常駐させる制度である鎮兵の性格は、征夷軍の常設化といえるものであった。また、その人的な基盤を東国の兵士に求める鎮兵の性格は、九州北部に置かれた先森と類似するものである。これはまさに、朝廷が、東国の軍事力を九州北部と東北で必要に応じて配置転換していたことを意味していた。九州で先森が停止された天平2年はみちのくで鎮兵が実施された時期にあたっている。鎮兵は天平18年、軍団を6000人規模に拡充した際に一度全廃されたが、天平宝珠元年物宇城、雄勝城の造営にあたって復活した。天平宝珠元年もまた、九州で復活させた東国防陣の制度が、再び停止され、九州北部の防衛を、西海道出身の兵士に切り替える決定が、なされている。九州では、その後東国出身者による先森は復活せず、逆に、みちのくの鎮兵は、38年戦争が終結する9世紀初頭まで、廃止されることはなかった。鎮兵が全廃されるのは、公認6年のことである。岩木国、岩瀬国の2国は、養老2年に、みちのく国の一部を分割して設置したものだが、その存続期間は短く、養老5年の8月から10月までの約2ヶ月の時期に、みちのく国に再併合されたものと見られている。これも、養老4年の蝦夷の大反乱を受けた朝廷の政策見直しの一環として、磐城、岩瀬両国の軍団を、みちのく国の有事に動員しやすくする目的で、行われたと考えられており、これにより、みちのく国氏は、自らの権限で動員できる兵力が増大した。また、両国の再併合は、多賀城造営の費用負担を求める理由もあったと思われ、多賀城創建記の河原には、磐城軍神と記されたものが見つかっている。なお、鎮兵制の創設と軍団制度の再編により、上策に駐屯する軍事力は、軍団と鎮兵の二本立てとなったが、前者が機関的、後者が補完的な制度である。このように上策に駐屯する軍事力は、朝廷の征服事業の遂行過程で次第に増強されていったが、それは在地の蝦夷社会にとって、大きな脅威となっていった。上策を統括したのが白氏である。朝廷から官人が派遣されて、上司の任につき、国家権力の代理人としての権能を振るった。これを示すのが、国府でない上策に対しても成長が用意され、都の調度あるいは各国の国がに倣う様式となっていた事実である。朝廷にとって、蝦夷の服属を受け入れて、朝貢関係を結ぶことは、国内に中国に倣う海秩序を原出する意味を持った。したがって上策がその拠点として機能するためには、都と同じ様式の儀礼的な空間を必要としたので、ある。また、このような政治的な意味からも、蝦夷の服属を受け入れる上司は、中央政府の代理人である必要があった。上司として派遣された官人は、国司や鎮官であり、8世紀には、鎮官を兼任する国司が、9世紀から両官が別々に任命されて、上司となった。ルイ13代各諸州の上は11年9月8日官譜によると、みちのく国司と鎮官を合わせて、返上の理と称しており、国司が上策に駐在する存在であったことを示すものである。また、天平5年11月14日直付は、みちのく国に派遣される国司以下官人に、護衛の兵士をつける内容であり、奥地にある際に派遣される場合はさらに護衛を増員する規定が記されていることから、国司が上策に派遣されていたことを裏付けるものとなっている。出羽国においては、俗に本紀、宝紀11年8月23日条に記された、秋田城帝廃問題において、新たに専任の国司を置いて、秋田城を存続させる決定がなされていることから、秋田城に国司が派遣されたことが明らかである。また、ルイ13代各諸州、天長7年ルー12月26日各からは、出羽国では、秋田城、雄勝城と国府に国司を配していて人員が足りないことから、目以下の官員を増員したことが記されており、雄勝城にも国司が駐在していたことを確認できる。このように、各種資料によって上策に国司が派遣されていたことを確認できる一方で、律令制下では国司以下官人の定員が規定されていることから、すべての上策に上司が駐在したのか検討する必要がある。これについては、みちのく国、出羽国に置かれた上策の数と両国の国司及び、文雄の総定員の比較から、定員外で、すべての上策に国司を派遣することが可能であり、すべての上策に白氏を置いたのが原則であると考えられている。ただし、一つの上策に複数の白氏を置く場合もあったことから、この場合国司、文雄の定員内で白氏を賄うのが苦しくなる。この対応策として、出羽国では国司の増員がなされ、みちのく国では伊沢城設置を契機として、鎮官を独立の官とした。より最前線に近い芝城。特丹城にも、鎮守府から鎮官が派遣され、上司を務めたものと考えられている。上司の役割は、辺縁国であるみちのくでは、越後の3カ国の守るのみに規定された、特別の職掌である、供給、征討、石膏を、現地の拠点である上策において分担して遂行することにあったと言える。したがって、駐在にあたっては、軍団の兵士を率い、有事の際は、陳平や不習により編成された府軍の指揮権を持った。上作は、大化3年に造営されたぬたりの作から、38年戦争、終結後の9世紀前半に造営された、徳誕城に至るまで、設置された年代が長期にわたることから、その様態は一様でない。岡田茂弘の分類によると、時期によって4つの段階に区分される。上作は、大化3年のぬたりの作設置が記録上の書出である。翌大化4年には同じく、越後国に岩船作が設置された。これに先立つ斉明天皇元年に、当地の蝦夷数千人が服属を申し出ており、この二つの作は、政治的、軍事的な役割の他に蝦夷との交易、交流の拠点という役割も担ったものと考えられる。また、日本書紀の記述からは、ぬたりの作、岩船作の設置にあたって作庫が置かれたことが記されており、上作の設置と移民の付植は当初からの一体的な政策であったことがわかる。この二つの上作はともに海岸沿いの砂丘と河川の交点付近に築かれたと推測され、海上交通の便益が図られたと見られることも共通する。しかしながら、両作とも正確な場所が不明で、文献上の存在となっている。皇極天皇4年には、月更作という名も、日本書紀に見えるが、これもいつどこに設置されたのか不明である。郡山遺跡通機関が中心部考古学的な調査から様相が明らかとなっている初期の上作としては、宮城県仙台市太白区で発見された郡山遺跡が挙げられる。現在の長町駅東方にあり、広瀬川と名取川に挟まれた自然堤防と荒廃湿地上に位置する。この上作は日本海側のぬたりの作、岩船作に対応する太平洋側の拠点であった。郡山遺跡では、愛期、通期の2つの時期にわたる漢画の遺構が発見され、愛期の遺構は東西約300メートル、南北約600メートルの広がりを持つ。建築方向は、真北から西に約60度傾いており、材木塀や板塀で囲まれた成長、工房、倉庫などの区画が連なっていた。この施設構成は同時期の標懐石と共通するものであるが、一方で武器工房を有し、櫓を設けるなど一定の軍事的緊張を伺わせるものでもあった。7世紀末頃、郡山遺跡は愛期の漢画を廃棄し、その跡地に第通期の漢画が造営された。通期の遺構は、東西約428メートル、南北約423メートルのほぼ正方形で、建築方位はほぼ真北を向く。敷地のほぼ中央に正長たる正殿を置き、左右対称に脇殿や廊が配された。また、外周の塀から約9メートル離れて大溝が、さらに48メートルほど離れて外溝が開削されており、大溝と外溝の間は基地である。外溝を含めた全体の規模は一辺約535メートルの方形となり、これは初めて情報性を採用した藤原系の一望の長さに相当した。正庁の施設配置及び正殿が南面する様式や、正殿北側に石敷きの広場が設けられたこと、大溝と外溝の間を空間地とするなどの構成は、飛鳥宮や藤原系の強い影響を受けたものと考えられている。一方で、敷地の広大さに比して、施設は全体的に希薄で、倉庫や官人の邸宅などの実務的な施設は閣外に置かれた。漢画内に倉庫を置かない構成は、秋田城を除いて、後の上作でも通例となっている。その他特筆すべき事項として、南西側に寺院が創建されたことが挙げられ、上作の周囲に寺院を置く構成は、広大の多賀城や秋田城でも引き継がれた。郡山遺跡通期間画では、愛期のブロック連結構造上作を脱却し、との調動を直接的に模倣した儀礼的な空間が施行され、後の上作もこれに倣うこととなった。その一方郡山遺跡では、外周の材木塀は一重で、主な実務施設を閣外に置くことになるなど、防御性に乏しい。郡山遺跡には、みちのく国府が置かれていたと考えられており、多賀城の直接の前身といえる存在であった。7世紀中葉から8世紀初頭にかけての時期の城柵は、主に河川に隣接した平地や段丘上に築かれ、郡山遺跡通期環河で脱却するまで、軍家に倣うブロック連結構造を取っていたのが特徴である。多賀城の正殿跡。第通段階の城柵は、8世紀前半に造営されたものであり、多賀城や秋田城に代表される、丘陵地上に、不正ながら方形を意識した外郭を構える、二重の異常施設を持つ城柵である。多賀城、創建当初は、多賀柵。現在の宮城県多賀城市に所在は、仁紀元年、大野東人によって創建された。重ねて、述べる通り多賀城造営の背景には養老4年の蝦夷の大氾濫があり、朝廷の東北政策再構築の一環として構築されたものである。したがって、当初より、岩瀬、岩木両国の再併合後の新たな道の区国府かつ、鎮守府としての役割が期待された。多賀城では、郡山遺跡通期で確立されたとに倣う、環河要素を発展的に継承し、かつ軍事的な拠点性を高め、以降の城柵に大きな影響を与えた。周囲との非交差がほとんどない郡山遺跡に対し、多賀城は低丘陵上に位置し、仙台平野を見渡せる位置にあった。また、地形上の制約のため外周は歪んだ方形となっており、おおむね敷地中央に、整った方形の内郭が築かれて成長が置かれた。塀で囲まれた成長の周囲に、実務官がや兵舎を置き、さらに外周を塀で囲う二重構造城柵は、まさしく多賀城で確立したものであり、以降の城柵の基本様式となる。この多賀城をモデルとして造営されたと見られるのが、天平5年で倭国に築かれた秋田城であり、内閣施設内の建物配置及び正殿、脇殿の面積はおおむね多賀城合記と共通する。ただし、多賀城正殿では四面にひさしを巡らす一方、秋田城正殿では正面の南側にだけひさしを配置し、簡素化するなどの際も見られる。第3段階の城柵は8世紀後半に造営されたもので、新規に築かれたものとしては、雄勝城、物宇城、伊地城が挙げられ、同時期に秋田城も改修を受け、出羽柵から改称して秋田城と称されるようになった。また、同じく多賀城も大改修を受け、その早朝な装飾性においてピークに達した時期にあたる。先述の通り、雄勝城、物宇城の造営は一度廃止された陳平制の復活と軌を一にするものであり、朝廷による征服事業の再始動を示すものであった。これはまさしく中央において、藤原中麻呂が専権を握り、聖武天皇後期の領土不拡大の方針を放棄して、再度積極的な征服を目指す方針に転換したことによるものである。この藤原中麻呂政権の確立に先立つことをおよそ20年前、天平5年の出羽柵の移転北進の後、天平9年に、道の区国から、出羽柵を最短距離で結ぶ大宇連絡路の建設が計画されたことがあった。当時は藤原4世政権の時代であり、藤原4兄弟の一人、藤原麻呂が次節大使として多賀城に派遣され、大宇連絡路建設のために、ルート上の属地である雄勝村の制圧が企てられたのである。なお、この時は東国から騎兵1000人が集められたが、これらの大半は天皇の代理人である次節大使と共に多賀城他の城柵の留守番の役割に充てられ、実際の軍事行動は道の区設置と鎮守将軍を兼ねた大野東人がこれらの城柵にもともと配置されていた常備の軍勢を率いていった。先述の騎兵1000人のうち196人が大野東人に預けられ、大野東人は騎兵196人、陳平499人、道の区国の兵5000人、基準した蝦夷249人という陣容のもと、大宇連絡路を開削しながら、雄勝村の制圧に向かったのである。この時の軍事行動は、強硬な新工作の人損失を訴えて、寛大な処置を主張する、では守る田辺難波の権限を入れた、大野吾人が雄勝村の征服を中止して、途中の平穂本山までの道路開通を成果として撤退し、藤原麻呂もこれを了承したために、一度の戦闘も伴わずに終結することとなった。この時はあくまで暫定的な侵攻の中止であったが、同年のうちに帰郷した藤原麻呂が都で焼血を振るっていた天然痘に倒れて病没し、藤原四世政権が崩壊。聖武天皇が仏教への傾斜を深め大仏と国分寺の建立に国力を傾注する中で、それまで言ってきた征服と版図拡大の方針は、その後20年余りにわたって凍結されることとなったのである。天平正法8歳の聖武天皇崩御の翌、天平法治元年、自身と結びつきの強い大王を立大使させ、比類なき権力を確立した藤原中麻呂は、正武期後半において凍結されていた本州北東部への征服事業を再始動させることとなる。この時期に造営されたのが前代に未着手となっていた雄勝城と物宇城であり、みちのく国の不浪人や蛮動諸国から徴発した労働力により造営が進められた。これらの事業を現地にて指揮したのが中麻呂の四男、藤原麻刈である。麻刈は、大王立大使後の天平法治元年に起きた、橘奈良麻呂の乱の後、奈良麻呂の同調者と目されて変により自害に追い込まれた、佐伯全成の後を襲い陸奥守及び安土に就任。その後上記は、雄勝、物宇の二城作の造営のほか、出羽国に、雄勝、平鹿の二郡を設置。みちのく国から、秋田城まで7つの宿役を置き連絡路を開通させた。天平法治4年、朝廷では麻刈が、雄勝城を一戦も交えずに完成させたこと、それまで蝦夷の領域と見られていた北上川の対岸に、物宇城を築き蝦夷たちを驚嘆させたことを称揚して、麻刈に14位下を授けた。同年に麻刈は、多賀城の改修にも着手し、天平法治6年に多賀城碑を設置して、自らの功績を称揚させている。この多賀城碑は、それまで多賀作と呼ばれていた城作が多賀城と記されるようになった所見である。これは中国風の名称を好んだ中麻呂政権の性格を反映したものと考えられており、同時期に改修を受けた大通寺では作も足太市城と記されている。このように中麻呂政権では藤原麻刈の指示のもと積極的な政策を展開し、天平9年に一時中断された征服事業を継承しながらより発展させていくこととなった。特に物宇城の造営はそれまで約一世紀にわたって暗黙のうちに守られてきた朝廷と蝦夷の境界を踏み越えるものであり、以後急速に高まっていく蝦夷との緊張関係は最終的に街道蝦夷の放棄をきっかけとした38年戦争を弱気していくこととなる。このような背景のもと造営されたこの時期の城作は、軍事的な緊張関係を伺わせる構成となっており、物宇城は、飛高差80メートルほどの急峻な丘陵上に立地し、中枢部は成長を中心とした、中央角に西廓と住民の住居域を取り込んだ東角とが取り付く構造となっている。中麻呂政権を打倒した聖徳、同郷政権においても強硬な征服政策が引き継がれたことで朝廷と蝦夷との対立はさらに深刻化し、東国から送り込まれた作小や陳平が逃亡する事態を招くこととなった。このような時勢のもと、神護慶文元年に造営された伊地城では、三重構造城作という新たな形態が見られることとなる。三重構造城作とは、通常の城郭に見られる。材木兵ないし築地塀で区画された成長及び外郭のさらに外側にさらに区画施設を巡らし、居住域をも城作の中に取り込んだものである。伊地城の最外郭は南辺が築地塀である以外は土塁に空堀であり、さらに北辺には土塁を2城巡らしていて、北方の蝦夷からの防御を意識していることが明白である。この最外郭の内側に居住域が存在し、多数の縦穴式住居が検出されている。この時期には、東山遺跡、城政作跡など、8世紀前半に造営された近隣の城柵も城外の集落を取り込むように防御施設を巡らして見栄構造化していたことが判明しており、戦術の物右城で住居域を城柵内部に取り込む短所が見られることを考え合わせると、38年戦争以前にすでに城柵周辺の不穏な情勢を伺うことができる。蝦夷と朝廷との緊張関係は、宝亀5年7月、街道蝦夷が宝亀市物右城を攻撃するに至り、ついに均衡が破れることとになる。この後に、3年ほどで急速に情勢が悪化し、蝦夷社会と朝廷との渚であった偏軍ばかりでなく、伊佐は、市は、秋田周辺なども巻き込んで、みちのく、出羽両国が、全面的な戦争の時代に至ったのである。以降朝廷により必要な征夷が繰り返され、大規模な戦争の最終局面となるアテルイと、坂の上の田村麻呂の対決を経て、延暦24年の徳政総論の後、公認2年の噴野は頭呂による最後の大規模な征夷まで戦乱の時代が続く。前後の時代とは明らかに様相を異にする、この時代の戦乱を、小人氏也は38年戦争と命名している。昭和50年に表された小人の論は、この戦争を律令国家とアイヌ国家との戦争と捉え、蝦夷とアイヌをそのまま同一視するものであり、アイヌ、蝦夷双方の研究が進展した後代においてそのまま認めることはできないものだが、宝亀5年から公認2年までの38年間を戦乱の時代と捉える歴史認識は、平安時代初の当時において、すでに存在しており、38年戦争の後は、今日の学会でもほぼ定着している。38年戦争と命名される、この時代は、征夷の方法によって、さらに3期に区分される。大愛期は、宝亀5年物右城襲撃から宝亀11年各スッポン城、造営計画が持ち上がるまでの6年間で、みちのく国、出羽国の現地官人と、現地兵力を中心とした征夷が行われていた時期である。しかし、里スッポン城造営の計画が持ち上がった宝亀11年、伊地字麻呂の乱により事態は新たな局面を迎える。第通期は、その字麻呂の乱から桓武天皇の治世末期の延暦24年に行われた徳政総論による征夷中止の決定までの25年間で、朝廷主導の元征夷軍が編成され、大規模な軍事行動が繰り返された時期である。延暦20年の征夷で、大将軍坂の上の田村麻呂が、伊佐和の地を平定。翌年伊佐和城の造営に着手し、蝦夷の族長であったアテルイとモレが降伏するに至って、大規模な征夷の時代は終わりを迎えた。第3期は、徳政総論から公認2年までの6年間である。千年蝦夷への軍事侵攻に勝利したとはいえすでに国力の限界に達しており、蝦夷政策の転換を迫られていた朝廷側は、疲弊した東国を征夷に関する負担から解放することに主眼を置いた。公認2年には、征夷終結のための征夷と位置づけられる、噴野は頭呂による最後の征夷が行われたが、兵力はすべてみちのく国、出羽国から徴募されたものであり、その中に、朝廷側に帰服した蝦夷で構成される府軍を含む。その後も不安な情勢はなおも続くが、公認2年うるう12月に、噴野は字麻呂は、征夷の時代の終結を宣言し、征夷と呼ばれた軍事活動は、史上から絶えることになるのである。38年戦争を経て、この時期に現れた城柵が、伊佐和城、紫波城、大通城月城説が有力視される、堀田の木屋と、木の輪作、そして、徳丹城である。この時代の城柵はそれまでの丘陵地ではなく、平地上に、方形で作られている。アテルイとモレの降伏及び処刑を挟んで、伊佐和城は、延暦21年、紫波城は、延暦22年に造営が開始された。それまで、みちのく国の国府機構と、陳寿太で兼任となっていた官制を分離し、多賀城から、伊佐和城に、陳寿太が移された。この官制の分離は、伊佐和地方の征服により拡大した朝廷の支配域に対し、みちのく国司が陳寿太官任を兼ねる、従来の官制では対応できなくなったためと考えられ、陳寿夫は伊沢城を拠点として、みちのく国北部を支配する統治機関へと変質していくこととなる。多賀城に代わる新たな陳寿夫となった伊沢城は、一辺約670メートル四方の築地塀による外郭と、一辺約90メートルの成長を持ち、外郭南門は多賀城の規模を上回る正面5間の重層門となっていた。伊沢城の翌々年に造営が開始された紫波城はそれをさらに凌駕する一辺840メートル四方、推定高さ 4.5 メートルの築地塀による外郭を持ち、当初は伊沢城より重要な城柵だったものと推定されている。時期をほぼ同じくして、出羽国でも、堀田の木跡が、東西1370メートル、南北780メートルという規模で、造営されている。これらの城柵が、史上最大規模で造営されたのは、当時の朝廷がまだ北に向かって、支配を拡大する意思を持っていたことの表れであると、考えられる。事実、紫波城が完成したと見られる延暦23年正月には、坂の上の田村麻呂が再度征夷大将軍に任命され、桓武記での第4次征討計画が検討されている。しかし、この征夷計画は副将軍、軍官、軍曹などの人事が行われたもののその後進展せずに、翌年の徳政総論により、都の増左と征夷の中止が国家の方針として決定されるに至って、計画が破棄されることとなった。これは、桓武天皇の治世で行われた都の増左と征夷により民衆の疲弊と国家財政の窮乏が進んだことで方針転換に至らざるを得なかったためであり、治世末期に行われたこの徳政総論のおよそ3ヶ月後に桓武天皇は崩御している。桓武天皇の崩御を受けて即位した平城天皇及び平城天皇から譲位された嵯峨天皇の治世でも徳政総論で示された方針が踏襲されることとなった。平城天皇の治世はおよそ3年と短いが、中央の官司を整理したり、参議を廃して監察司を設置するなど財政と民政の回復に意を注ぐものであり、軍事政策についても、版図不拡大の方針が確立する時期である。嵯峨天皇についても、平城天皇が行った政策の是正がしばしば行われたものの、公認2年の噴や渡麻呂の征夷は、長年の征夷政策を終結させるために行った事業であり、徳政総論の方針と矛盾する性質のものではない。この時期の政策は、長年征夷政策を遂行するための人的、物的資源の供給源とされ、疲弊の著しかった東国の諸負担を解放することに主眼が置かれており、作庫については、延暦21年正月に、伊沢城周辺に東国の不浪人4000人が送り込まれたのを最後に実施されず、陳平についても大同年間に東国からの派遣が停止されて、みちのく、出羽両国からの挑発に改められた。最後の征夷が行われた公認2年の閏12月、征夷将軍であった噴や渡麻呂は、みちのく国の陳平3800人を段階的に1000人まで削減し、みちのく国に置かれていた4個、軍団4000人の兵力も2個2000人まで縮小することを創成した。この縮減の動きと関連して、城柵の再編が行われ、史上最大規模の城柵であった紫波城に代わって、築かれたのが最後の城柵である、徳丹城である。紫波城が雫石川に近く、しばしば氾濫による水害を被ることを理由としたい点だが、徳丹城は、紫波城より南に 10km ほど後退し、外郭の規模も、紫波城の一辺約840メートルから一辺約355メートルへと大幅に縮小された。これは、徳政総論以後の律令国家が、従前の版図拡大政策を放棄して、現状維持に転換したことを示す、考古学的な証左であると見られる。また、以前から残る城柵に収められていた武器や食料もよそに移され、この時に伊地城や中山柵が廃止されたものと推測されている。公認6年には、陳平の制度が完全に廃止され、城柵の守備は軍団の兵士と国を有する者を兵士に指定した剣士によって担われることとなった。なお、発掘調査により、特丹城の機能も9世紀半ばまでには廃絶したものと推測されている。鎮守府を伊沢城に移して、軍事的な性格が後退した多賀城は、他国の国府と共通する官衙としての性格を強めていくこととなる。資料上に多賀城が城として表記されるのは、古津至る城下と記録された貞観11年が最後で、その復旧は貞観12年修理府とあり、以後はすべて多賀国府と記されるようになり、城作としての位置づけは希薄となっていく。昭和年間と見られる徳丹城と玉造祭の停止をもって、9世紀中葉に残存する城作は、多賀城、秋田城、伊沢城、大通寺雄勝城と見られる、堀田の木跡、出羽国府と見られる、木の輪作跡の5つとなった。これらの5城作は10世紀中葉までは機能していたものと考えられ、最後まで残った多賀国府、秋田城は10世紀中葉あるいは11世紀前半頃まで機能したものと考えられる。また、伊沢城も10世紀中葉以降の姿は考古学的には明らかでないものの、文献資料の上では、伊沢鎮守府として高台まで現れており、鎮守府将軍の職名は、後々まで残ることとなる。終末期まで残った城作は、鎮守府の在庁官人として、現地の気候を掌握していたと見られる安倍氏や、同じく中央の貴族が下校して、雄勝城の在庁官人として土着したと見られる、清原氏など、その後の東北地方の歴史に関わる存在にとっての、要覧の役割を果たした。特に終末期まで、残り東北地方北部の第二国府的な役割を果たした、伊沢城、秋田城を通じた支配体制は、鎮守府、秋田城体制とも呼ばれるが、一方で、鎮守府、秋田城体制は、あくまで中世史研究上の要請に基づいて理論化されたものであるという面を指摘し、鎮守府、秋田城とも、みちのく、出羽両国府の悲観以上の存在でなく、これに見直しを迫る見解も存在する。国家事業としての誠意が収束を迎え、軍事的な緊張が緩和された中でも、直ちに蝦夷の支配が安定したわけでなかった。9世紀中葉には、みちのく国の奥郡で、蝦夷系住民と移民系住民の対立による騒乱が連年のように発生しており、出羽国では、元暦2年、同国で、史上空前の反乱である元暦の乱が発生している。また、9世紀から10世紀にかけての日本、中んづく、東北地方は、貞観11年の貞観津波あるいは、十和田火山の噴火など巨大な自然災害が頻発した時期でもある。このような情勢のもと、東北地方の社会全体の不安定な状況は9世紀後半から10世紀にかけて続くことになった。また、あるいは10世紀中葉以降は、考古学的に検出される城作遺構が消滅していく時期にあたり、これは全国的に他の国府遺構でも気を一にする現象でもある。これは律令国家から王朝国家へと変容していく中で、地方支配が受領を通じた徴税請負に特化していき、律令体制下のような壮大な官衙ではなく、国士官のような館支配へと転換していったと見られることによる。実際の城作が消滅していくにもかかわらず、文献上に国主や鎮守府将軍、秋田城之助といった官職が現れるのは、地方支配の拠点が城作内の成長ではなくこれら、官人の皇帝である館へと転換していたことを伺わせるものである。ありがとうございます。